手です。昨日は逃げてエビネ選手と1着2着が決まりました。しっかりと押し切りました。調子は絶好調ということです。そして手前が8番神奈川の島津選手、短期の競争です。また奥には7番地元の中村博史選手、前場所の弥彦で優勝を決めています。今日はお弟子さんの根田選手にマークの競争です。そして9番愛知の吉田俊博選手の様子もご覧いただいています。昨日は逃げて2着に粘る競争でした。シューズを戻して調子が良くなったということです。そしてこちらは3番和歌山の稲毛選手、松戸では連日逃げ切っての完全優勝が近況決まっています。2番の鳥取選手の様子もご覧いただきました。昨日は逃げ切っての1着、今日も連携する筒井選手と1着2着も決まっています。最後に地元の根田選手がバンクに登場していきます。それでは11レースの準決勝戦、東京伝説工業藤崎俊明さんの実況でご覧ください。第10レースの準決勝戦、1着を取ったのは新潟の諸橋めぐむ。しっかりコースが見えており、うまく切り替え、最後は一気に追い込み、勝ち星を挙げています。今シリーズ見事3連勝、好調ぶりをキープしており、3場所連続優勝を目指しての明日の戦いとなります。競争は11レース準決勝戦の2つ目となります。ここは機動力タイプが揃って細切れの戦い、果たしてどの3名が決勝へと駒を進めるのか。11レース準決勝、対戦メンバーを紹介します。1番千葉根田隆、2番岡山鳥取優吾、3番和歌山稲城健太、4番岡山筒井敦、5番愛知笠松信行、6番福井北川文部、7番千葉中村博史、8番神奈川島津拓也、9番愛知吉田俊博。以上のメンバーで11レース準決勝を戦います。発送いたします。連日の機動力勝負、2次予選はしっかりと粘りを見せました地元根田隆です。その根田の機動力に抵抗していき、先行を見せたいのは岡山の若手鳥取優吾。地元中村博史が根田後位から追い込み狙います。号砲鳴ってスタート。まずは3番稲毛上昇し、6番の北川、9番の吉田、1番根田と上昇です。5番の笠松、2番の鳥取、7番中村、8番島津、最後尾4番筒井。3コーナーを回ってきます。まずは3番稲毛、6番北川、近畿勢が先手を取ります。9番の吉田が3番手の位置、上がって5番の笠松と愛知コンビ、1番根田には7番中村、指定コンビ中段回り、8番島津は地元とは分かれて短期機動力勝負。そして後方に控えて2番の鳥取、4番筒井、昨日も連携した岡山勢が後ろからとなります。積極型揃った11レースの準決勝、隊列が落ち着いて2センターを通過です。まずは3番の稲毛正攻法です。優秀競争では大きく敗れてしまった稲毛、しかし当番区は好相性で持ち味の先行力生かせるか。マーク6番北川との近畿勢、3番手9番の吉田、そして5番の笠松の愛知コンビ。吉田は日予選積極的な攻めを見せました。ここも若手機動力がいるものの、吉田も自力は豊富でどういった組み立てを見せるのか。マーク5番の笠松、地元勢1番根田、7番中村、結束強いこの指定両者が準決勝ワンツー決めて地元ファンの声援に応えることができるか。そして後方から2番鳥取上昇です。若手鳥取がここは思い切った先行勝負、打ってくるのか。追走4番筒井との岡山勢がまずは上昇です。前で稲毛もペースを緩め、2番鳥取の上がりを警戒し、
中段では1番の根田はその鳥取に抑え込まれる形。地元勢は包まれています。上昇していく2番鳥取、マーク4番の筒井、岡山勢の動きを見て3番稲毛もペースを上げる。さあ稲毛がまずは岡山勢を迎え入れて3番手入るか。ペースを上げる2番の鳥取、3番手入って3番稲毛、ジャン前から一気に1番の根田、地元勢がジャンを聞いて巻き返し、うまく3番手に潜り込んだ。2番の鳥取、番手4番筒井、岡山勢の後ろに潜り込んで1番の根田、後方からは9番の吉田が上がってくる。さあ吉田のまくり、逃げる2番鳥取警戒に飛ばし、番手は4番筒井、まくってきた9番の吉田、吉田のまくりを7番中村がブロックした。1番根田がさあまくり決めて追走、中村、地元コンビが抜け出した。最後は根田、中村、両者の争いは振り切って1番根田隆、外は中村、中村宏。好位置をうまく取って最後はまくり切った1番根田隆、番手中村、まくってくる吉田を牽制し、しっかり根田をサポート。最後は両者のゴール前の争いですが、根田が振り切ってマーク7番中村と地元コンビガッツポーズ、手を取り合って地元ファンの声援に応えています。11レースの準決勝戦リプレイご覧ください。逃げた2番の鳥取の行為、3番手の位置から一気にまくっていった1番根田、サポート中村きっちり決めて、直線コースは地元コンビのマッチレースも、まくり振り切った体勢は根田隆。最後地元勢の争いは振り切っています根田隆に、しっかり援護しました7番中村宏。見事な地元ワンツー、地元勢しっかりと結果を残しました。11レースの準決勝、ファンの声援に大きく応えている根田中村の指定コンビです。どうぞ正式決定お待ちください。11レース準決勝でした。決勝かと思っちゃいました。最低。11レース準決勝戦をご覧いただきました。地元両者1着2着、ものすごい喜びですねG1 の決勝戦みたいな、ね、ガッツポーズが飛び出しましたけれども、また喜びが伝わってきますね。さあゴール後もお客様の声援に応えていました。11レース結果につきましては申し訳なくないでお待ちください。そして最終第12レースの選手紹介が始まっています。決定。1着1番、2着7番、3着4番。松戸競輪11レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式1号240円、枠番連勝単式1号550円、車番連勝複式1番7番260円、車番連勝単式1番7番580円、3連勝複式1番4番7番1890円、3連勝短式1番7番4番4600円、ワイド1番7番250円、1番4番1000円、4番7番670円。